はい、トムライです。今回ですね、 VS カタリーナ・デボンの方、星12の方ですね、攻略していこうと思います。で、今回はハッシュネン・ルフィを、船長にして、攻略していこうかなと思っております。フレンド船長と船長にハッシュネン・ルフィで、船員の方にボニー、ウソ8、8周年3時マンシェリ&シラホシということで、まあ、この6体でいこうかなと思っております。で、まあ、前回のヤマトランですね、引き続き、第1バトル第2バトルは、必殺技短縮のために使っております。まあ、なのでちょっとずつ、膝ターンを短縮していってますよという感じですね。で、それをしつつ、8周年ルフィと、ボニーは、自走といった状態で行ってください。まあ火力が足りないかもしれないのでっていうことなので、まあそうですね、まあ、ボニーとハッシュネルフィ1体だけでもいいので、自走とにした状態で行ってください。まあハッシュネルフィとか、あとボニーとかのやつで肉ソットとか電子ソットも有利扱いになってるので、まあ、結構有利扱いの、ソットが出る確率は高いので、まあ、大丈夫だと思うんですけど、まあそうですね、まあやっぱなんといっても今回この攻略でね、鍵となってくるのは火力なので、火力がね結構出せないので、できる限りね、自走灯にした状態でいきたいなという感じですね。で、まあバトル3ですね。ここでは、上段封じが6ターンでしたね。これ6ターンらしいです。で、能力解放の方で3ターン回復してます。で、あとはあれですね、肉スロットで回復するとダメージを負ってしまいますよということなので、回復はしないようにしましょうと。で、サンジの方で、封じを解除させます。で、あとは、タップしていけるかなと思います。まあ、このためにね、ジソットにしていたっていう感じですね。まあ、ジソットっていうか、有利ソットにしていたっていう感じです。で、まあ、火力的には問題なくいけるかなと。まあ、2体ぐらいジソットになってれば、ジソットとか、有利扱いになってれば大丈夫かなと。で、バトル4の方でお邪魔スロット変換、必殺技巻き戻し1ターン、ダメージ軽減5ターン、やけど5ターンという感じなんですけど、まあここで今ウソ8が、まあ必殺巻き戻しでね、繊維の必殺巻き戻しで、まあ、回復してるわけなんですけど、大体のキャラは、まあ、その必殺巻き戻しついていないので、ルフィのね超過の方で、一旦短縮させております。まあ、なんですけど、今回ちょっとね、ウソ8が、必殺の巻き戻しできるっていうのと、まあ、あと必殺短縮1ターンが、ついているということで、ウソ8を先に使ってから、必殺を使おうかなと思ってます。で、まあ、ウソ8はね、必殺短縮もできますし、ダメージ軽減5ターンも解除できるので、まあ、結構自分的にはおすすめかなと思いましたので入れましたと。まあ、なのでキャラを変えても全然いいです。ダメージ軽減を5ターン解除できるキャラさえ入れておけば大丈夫です。で、まあ、あとはハシネルフィの必殺と、超過を使って火力上げという感じですね。で、まあ、あとは火力的には問題なくいけますね。で、まあボス戦なんですけど、ここが必殺は封じが5ターンで、地属性スロットを振り&変換と。で、必殺は巻き戻しが1ターンと。で、チェーンケースの増加量低下が3ターンと、チェーンケースが2以下の場合、火力が落ちてしまうよと。で、あと、防御アップ10ターンということなんですけど、まあ、今回ちょっとボニーを使わせていただきまして、まあ、ボニーが、防御力0にできるのと、まあ、あとチェーン固定が3倍から 3.5 倍にできることと、まあ、あと必殺技が一旦短縮できるってことですかね。まあ、なんですけど、まあ、必殺技に関してはまあそんなにあれですかね、いらないですかね。で、まあ、必殺封じも解除できるので入れております。で、まあ、こんな感じで、肉ソットにしますと毒ソットにされてしまうので、まあ、スロット変換してしまうとこうなりますよという感じでしたね。まあまあでもこれでも大丈夫です。で、先にルフィ、ハシネルフィの必殺技と、超過を使いまして火力を上げておきます。で、ここからが問題なんですけど、どうやってこの毒スロットを解除するかっていうことなんですけど、まあ、マンシリー&シアホシの必殺技で全ての毒を解除っていうのがあるんですよ。その全ての毒を解除することで、まあ、この毒スロットを自スロットに変換できるんですよ。で、さらに、自スロットを、二次スロットに変換するということで、まあ、毒スロットが二次スロットにできますよという感じですね。まあ、これで、全員、自スロット状態になってますので、火力的には問題なくいけるかなと。かなり火力は出たはずだな。さあ、
まあ、ボニーがね地属性キャラなので結構火力出ますね。まあ、ということで、こんな感じで攻略しております。はい、ということでね、編成をちょっと変えてきましたので、もう一パターンの方で攻略していこうかなと思います。変えたところはウソハチをキラーに変えました。で、マンシェリー&白星の方を、心大和に変換というかね、変えて挑んでいこうかなと思っております。まあそうですね、先ほどと同じ通りにとりあえず行こうかなと思ってます。うん、第1バトル第2バトル、まあ、第3バトルとかも同じ感じで、攻略できますので、まあ言うことはないですね。まあそうですね、自分的にはヤマト&エースと8周年ルフィ攻略しやすいのは、まあ8周年ルフィの方が攻略しやすいような気がしますね、自分は。うん、まあなんかヤマト&エースの方はね、ちょっとロジャーとニューゲートとか必要になったりだとか、まあ、結構あれなので、うん、まあこっちの方が攻略しやすいのかなと思ってはいるんですけど、まあどうなんですかね、やっぱ持ってるキャラによりますよね、皆さんのね。うん、まあ自分はたまたまちょっとボニーとかね、あの心大和とか持ってたんでちょっと入れているっていう感じなんですけど、まあ持ってなかったらね、ちょっと編成するキャラっていうのはね、なかなか厳しいのかなとは思うんですけど、うん、それこそ8周年から始めた方とかは持ってない可能性があるので、ちょっとねそれも考えつつ入れてたんですけど、やっぱりこういう感じのキャラがいないと攻略できないということで、うん、ちょっと入れさせていただきましたね、申し訳ない。ということで次がバトル3ですね。まあここも、同じ感じでいけるかなと。うん、まあ冗談封じが来るんですけど、冗談封じは、8周年3時で解除しますよと。まあ別にここ8周年3時じゃなくてもいいです、正直封じを解除できるキャラさえ入れておけば大丈夫ですと。であとはそのまま攻略していくっていう感じですね。まあタップで倒せるかな。うん、まあ、火力は全然問題なくいけると思いますので、まあ封じさえ解除できればいいですかね。でまあここで、あれですね、第4バトルでお邪魔スロット変換とか来るんですけど、まあここがちょっと変わるかな。うん、まあここでまず、ルフィのね超過を使いまして必殺短縮をさせますと。でお邪魔スロット、ここでルフィの必殺を使うのではなく、ここでヤマトの必殺技を使います。それでお邪魔スロットを和スロットに変換させます。まあ、なので先ほどの二次スロットとかに変換させるよりも火力が上がるので、まあ、今回ちょっと、ここでヤマトの必殺技を使いまして、お邪魔スロットを和スロットに変換しようかなと思ってます。でまあダメージ軽減もね、キラーで解除できますので、キラーで解除して、でさらに火傷も解除できるので、まあ、先ほどよりね、タップが、パーフェクト取ってもねダメージ与え、食らわないので、まあ、キラーの方がね、ウソハチよりキラーの方が、まあ、ここでは攻略しやすいかなと思いますので、まあ、キラー持ってる方はキラー入れてみてください。で、まあ、こんな感じでワスロットにした後、ルフィの必殺技でスロット固定をします。うん、これで次のターンもワスロットの状態でいけるので、スロット固定しつついきますね。で、まあ、あとはタップで倒せるかなと思います。火力的にはかなり出ると思う。やっぱね、心大和の必殺技かなり火力出るので問題なくいけますね。うん、やっぱ心大和強いな。うん、いや持っててよかったわ。でここで、バトル最後なんですけど、まあ、必殺は封じとか地属性スロットフリー変換と、必殺は巻き戻し1ターンでチェーンケース増加量低下3ターンに、チェーンケースが、2.0 以下火力下がるのと防御アップ10ターンということで、まあ、先ほどと同じ通りボニーでそれは全部解除していこうかなと思ってますと。うん、でまああとは、ルフィの必殺技と超過使えば火力的には問題なくいけると思いますので、うん、でまあワスロットにしていたので、地属性スロット変換引かないですし、スロットが地属性のスロットが不利になっていても、ワスロットなので問題なく、火力を出していけるかなと思いますので、火力を出すのではこちらの方が、まあ、出しやすいかなと思いますので、マーシェリー&白星を持ってない方はちょっとコレヤマと使ってみてください。でまああとはこのままタップでいけるかなと思います。まあ、かなり火力出るんじゃないかなと思ってるんですけど、いやかなり出るんで、やっぱワスロットにするだけで全然違いますね。うん、まあ、ということで攻略できました。まあ、なので皆さんもねぜひ試してみてください。まあ、ということで、ね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。